よいしょ。こんばんは。はい、6月15日火曜日の農業日を担当する林瑠奈です。皆様本日は何をしていましたでしょうか。週明け、まあそうですね、月曜日はまだ頑張れるんですけど、私的には火曜木曜あたりがすごいきついなっていうふうにいつも思ってます。しかも火曜長いんですよね、学校が7時間まであってちょっと辛くてはい、お仕事でした。お疲れ様です。お仕事でしたってことは間に合ったのかな、乗り呼びに。ありがとうございます。はい、ちょっとごめんなさい、今日本当に前髪がおかしくてハゲてるんですけど、横がちょっと見ないでほしいけど。はい、こんばんは。オンライン授業まだ仕事中、え、違法ですね、じゃあはい、いつも通り読み乗り見ようとしてたら林が出てきた。あ、そうなんですよ、個人 PV でね、そうなんですよ、個人 PV でやらせてもらったんです。はい、その個人 PV がですね、あのメンバー全員分今回あるんですけど、そちらが収録されている27枚目シングルが6月9日の水曜日、先週の水曜日ですね、だからにごめんねフィンガーズクロストが発売になりました。前回の乃木曜日、私結構多分割と最近だと思うんですけど、3週間ぐらい前だと思うんですけど、その時もお知らせしたんですけど、リリースしましたね。はい、私はですね、通常版に収録されている4期生楽曲の猫舌カモミールティーに参加しております。はい、柴田優奈ちゃんとの歌割りですね、前回に引き続き、ありがたいですね。皆さんぜひ聴いて、ちょっとごめんハゲてる、待って本当に申し訳ない、ちょっとハゲてるんですか、ハゲてはないんですけど、そうなんですよ、今回あの個人 PV がですね全員分ありまして、なんか収録されていましてですね、私はあの呼び乗りたくみさんという方とですねコラボさせていただいて、たくみ先生の方の YouTube にも出させていただいておりますので、そちらもぜひ見ていただければなと思います。ちょっと自分の個人 PV がどこに入ってたのかちょっと忘れちゃったんですけどはい、ちょっとぜひ見ていただければなと思います。あの ABC 予想というものの解説にチャレンジしています、個人 PV では。たくみ先生の方では積分を解いてます、自己紹介の。ぜひねちょっとパワーアップしてますので、そちらをチェックしていただけたらなと思います。はい、そしてというか個人的なあれなんですけども、4期生でやらせていただいている乃木坂スター誕生ですね、昨夜オンエアされました回にですね、私があれですデュエットを相川七瀬様とですねデュエットをさせていただきまして、山口百恵さんのロックンロールウィドウを歌わせていただきました。ちょっとまだ私怖くてオンエアを見れてないんですけど、はい、そうです、ぜひ見ていただければと思います。母親からも今日はHuluで朝見たっていう風に連絡をもらいましたはい、ちょっとね心配なので、ブログ多分今日の夕方頃に上がってるブログに写真も載っかってると思うので、もしよければご覧くださいはい、ということですね。さてここからはですね、少しちょっとお話が変わっていくんですけれども、昨日ね、乃木曜担当されました向井葉月さん、葉月さんからお話があったように、今日からですね乃木坂46公式プロデュースアプリ乃木坂的フラクタルとのコラボ配信企画乃木フラウィークが始まります。はい、こちらのゲーム本当に私お話聞いた時は楽しみにしてたんですけど、はい、皆さんどんなゲームになってると思いますか。こちらはですねプロデュースができるアプリだよっていう、そのゲームだよっていうのは皆さんご存知かと思うんですけど、こう本当に自分がプロデューサーになってですね、
本当何の曲でもこうセンターを誰にしてもいいですし、言ったらで衣装とかもこう自分で考えられちゃうっていうか決めれちゃ う, こう本当にもうプロデューサー気分でメンバーをですねいろいろこう配置していてですね遊ぶこともできるゲームになってます。1万人ありがとうございます。だからですね、あのそうなんです、音ゲーとはちょっと違うというか、本当自分好みのこう乃木坂にできるというか、こうユニットだったりとかね、いろんなまだ配信はされてないですけれども、まあこちらすごく楽しみに私もしていまして、やっぱそのよくこうライブとかでもユニットコーナーとかでやっぱ先輩の曲をやらせていただいたりとか、あとはオリジナルメンバーじゃない方がこうポジションに入ってとかあるじゃないですか。やっぱそういうのを見るたびに、あこのメンツでのこの曲見てみたいなとかやっぱり自分的にあるじゃないですか。だからそういうのをこう自分でカスタムしていけるのはいいなっていう、今野さんになれるのか確かに確かにそういう気分かもしれないですねそうですね、私が実際にやるとしたら、なんか、ま、自分の話になるとあれですね、あの新四期生のその黒見梨花松尾弓木林の5人であのボーダーをやりたいなって、もうこれもうほんとしつこいぐらいずっと言ってるんですけどそれをね、あのこのゲームで叶えたいなって思います、私だったら。うん、とあとはそうですね、架橋佐藤梨花の2人をちょっと真ん中に置いてじゃないですけど、嫉妬の権利とかね見てみたいなって思ったりとか、そうですね、あとはゴルゴンゾーラのあのミオナさんポジにあやねさんをこう配置してやっていただきたいなっていう、まああれですよね、ミオナさんがあやねさんがあとこに入ってほしいって言ってたからですけど、見てみたいなって思います。うん、よくないですか、めちゃめちゃね。そうなんですよ、なんかちょっと見てみたいなって思う曲いろいろあるんですけど、ちょっとこのゲームね始まって私もやりだしたら、あのどういう風にやりましたみたいなちょっとブログで書こうかなって思います。本当にすごい楽しみにしてて、いやこんなことまでできる時になりましたよっていう話なんですけど、はい、そう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 、楽しみですよね、みんな動画でやってよ。確かになんかねゲーム実況みたいなやってみたいなって思います、そういうの。確かにそれでね、いろんなのやってみたいですよね。みんなさんどんなのでやりたいですか。うん、あそうですね、乃木坂配信、確かに YouTube の企画とかでこういうのやったら面白そうですよね、メンバー同士でプロデュースし合ってとか、なかなかねライブで毎回毎回そういうの全部できるわけじゃないから、なんかここで叶えられるのすごいいいなって思います。はいはい、皆さんありがとうございます。そしてですね、改めての告知になりますが、本日この放送終了後からいよいよ乃木坂的フラクタルの事前登録が始まります。はい、皆さんぜひ登録していただきたいんですけど、ですね、登録していただいたユーザーさんの数に応じて、素敵なプレゼントもありますので、ぜひ公式サイトをチェックしてください。そしてですね、放送終了後までサイトは公開されませんので、まだ乃木曜日を見ていてください。これが終わったら公開されます。そしてですね、この素敵なプレゼントというものがちょっと今日公開していたいなって思うんですけど、いいですか、ちょっと待ってくださいねじゃんじゃじゃーん、見えますか、ここに見えますかね、はい大丈夫、反転してます、大丈夫かな、あどうしたらいいんだろう、こんな感じごめんなさいはい、ですねこちらがプレゼントなんですけど、今週の乃木曜日に出演するメンバーがサインをした乃木フラ T シャツが抽選で当たります。なので、あの昨日ねまだ出てはないと思うんですけど、葉月さんもサインをした T シャツがありますので、今週のね乃木曜日担当の人
ートがそれぞれサインを書きますので、ぜひということでですね、こちらが、抽選で当たるツイッターキャンペーンも始まりますので、この番組終了後すぐにサイトをチェックしていただきたいなと思います。明日からですね、明日の乃木曜日担当の方からですね、いよいよゲームの紹介をしていきますのでお楽しみください。で、今すごい今定規焼くって言われて、私違うんです、これ畳んだままサインしたんです、さっき。そしたら定規焼くに書いちゃってて、レアです。このままでいいんですか？あ、書き直します、ごめんなさい、本当にごめんなさい、同じように書き直します。すごい私的に違うんです。じゃあちょっと正しい向きでっていうか、逆 T シャツとしては逆なんですけど、サインとしては正しい向きで見せると、すごいこの曲線がすごく綺麗に書けたんですよ、私的にはね。すごい本当計算し尽くされた綺麗な曲線だったと思うんですけど、本当に申し訳ないです、ごめんなさい。ちゃんと書きますその畳んで書いちゃったからちょっとどっちか分かんなくてすみません。はいはい、ということでですね、今週はその乃木フラウィークということですね、ちょっといつもと違う乃木フラになっているんですけど、乃木フラ選手権というものを今日からやっていきたいと思います。昨日ね、葉月さんがやられてらしたので、もう知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、普段の乃木フラ選手権に代わってですね、今週はこちらのコラボした特別バージョンの乃木フラ選手権をやっていきたいと思います。はい、ちょっとねルールをおさらいしていきましょう、ちょっと複雑なので。はい、こちらご覧ください。はい、ですね、これが、昨日もね見たかと思うんですけど、この、ランクになってまして、で、こちらの抽選箱あるんですね、ここの抽選箱がありまして、こちらの中からボールを1個取り出して、出たボールとこの色なんですけど、同じ色のこの乃木石というのがもらえます。詳細はですね、 この赤、黄色、青、緑、黒かなってあるんですけど、この出た色の乃木石がもらえます。で、そしてですね、この乃木石というのがですね、ここに一応この乃木石なのかな多分は、ゲーム内でガチャを引くときに使えるものになります。さらにですね、この色のねボールについた数字が一番大きかったメンバーが今週の乃木フラ選手権の優勝となります。なので、こう選手権的には色じゃなくて、ここに書かれた数字がポイントになってきます。で、昨日ですね、葉月さんが黄色の45、あ、40間違えた、ごめんなさい、黄色の49番を引かれたので、記録は49個になります。で、もし私が今日これを上回ったら、優勝候補ですよね。で、下回ったら葉月さんが優勝候補なんですけど、この黄色を引いてますので、この1等なんですけど、ここの数字をどんどん加算していきます。だから、もし私が今日青を引いたら500が足されるので、ここの括弧のところが1500の乃木石になります。ちょっと複雑なんですけど、今日そうですね、勝ちたいですね、できれば。私前回の乃木曜日の時に初めて優勝できたらしいんですよって聞いたんですよ、なんかオンラインミートアンドクリートの時に優勝してたよっていうのを聞いたので、ちょっと今週も頑張りたいなって思います。でですね、さらにこのボールに書かれた数字、昨日だったらこの葉月さんの49なんですけど、この数字が一番大きかったメンバー、例えばじゃあ葉月さんが一番大きかったとすると、その数字が2倍になります。乃木石の数が2倍になるそうです。なので、どん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 っていうか、頑張って大きい数字を出せたらなと思います。はい、ちょっとね、早速私も引いていきたいなと思います。この中にあるのでね、これ大きい数字を引いたら得ですからね、2倍になりますから、で、優勝もできちゃいますから、ちょっと、はい、これにします。あー、はーい、じゃん、39。
ということなので、暫定1位は葉月さんですね。49だったので残念です。でも緑なので、3等になります。一応このゲームの中で言ったらなので300の銀紙なので、昨日の向井さんの1000に加算して1300っていうのもちょっと書いていきたいと思います。いやー39残念ですね。どうしようビリだったら悲しい。まあ、でもまだ火曜日ですからもっと大きくなる可能性ありますからね、はい、緑って感じ私大丈夫ですよね。怪しくなっちゃったなんかあのゆかりっていう字を今ごめんなさい思い出しちゃった。あ、大丈夫だった。考えてたのと合ってました。もうやばいですよねごめんなさい。ちょっと今日頭が回ってないのかもしれない。はい、なんで300を足して書きます。はい、書けました。39個、緑の39個で1300の銀紙です。はい、いやーどうなりますかね。ここから大きくなってほしいですね。ということでですね、以上乃木札選手権でした。明日からのね、水曜日からのメンバーも楽しみにしていきたいなと思います。いやこのゲーム早くやりたいです。私もこれ終わったらすぐに事前登録しようと思います。本当に字が綺麗っていうすごい嬉しいです。私字が汚いってすごい中学生の時に言われてて、なんか結構傷ついてたんですね、その字が汚いっていうのに対して。なんか結構母親とかも汚ねえって言うからすごい本当ですか。でも最近すごく字を綺麗に書くように、最近っていうかここ1年ぐらいですけど認識してます。その乃木坂入ってからサイン書く機会がやっぱり多いじゃないですか。で、あの生写真のサインとかだったらこう、まあ言った絵みたいな感じなので、サインってあんまりフルネームとかなんか文章とか書くことあんまりないんですけど、あのなんか特典とかのメッセージカードとかボードを書いたりとかいろいろあるじゃないですか。それで長文をね書くときに本当に綺麗な字でありたくてすごい頑張ってますかな。なんかもうよくないんですけど、あの簿記の授業とか日本史研究の授業とかなんか3回に1回ぐらいはなんか字の練習してます、授業中によくないんですけどね、ぼーっとしてます結構。だからあこの間あのワークをそのテスト中だったのでワークをすごい 見返してて解き直してて、そのワーク見たらあの弓木黒美ありがとうって文字が書いてて字の練習をねしてました。はい、そうなんです、簿記選択しててやってるんですけど、そうなんですよ。はい、ということで乃木札ウィーク明日からもお楽しみください。ここからはですね、あのいつもの乃木呼びの流れになってきますけれども、前回配信メンバーからの宿題をやりたいと思います。はい、葉月さんからの宿題はこちら、ルナちゃんへストコやってファン希望。このファン希望っていうところがどういうことなんだろう、みんなが言ったんですか。いや懐かしいですね、もうストコ様が懐かしいですけどはい、これってなんかきっかけとかありますか、どういうタイミングでやったらいいんだろう、なんかせーのみたいなやってくれたらできる。どんなちょっと思い出しますね、ストコさん。あーいちごのなんかとか着てくればよかったね、なんかカチューシャとかしてきたらよかったですね。ちょっと失敗ってでも持ってなくて、ぐるぐるですもんね、せーのみたいなくださいいいね、ちょっと恥ずかしいですよね。皆さん私が恥ずかしいって思いながらやってるって分かってますよね、だって行きます。じゃあは行きます。ぐるぐるこんちゃ、いちご星からやってきたストロベリーの生まれ変わりことストコだっちゃ。
あれれ乃木曜日を見てないいちごさんはどこ。ちょっと待って、無理やちょっともうちょっと続けようと思ったんですけど、いちごさんで笑っちゃいました自分で。え、待って、もうちょっとちゃんとやりたかったな。なんかぐるぐるいちご星からやってきたストロベリーの生まれ変わりことストコダッチャ。あれれ乃木曜日を見てないいちごさんはどこだ。え、こんなんでしたよね確か。え、こんなんでしたよね。ベリ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 ーストロベリーみたいな、はい。いやはい、切り抜かないでください。ということで、あの乃木曜日選手権、乃木曜日選手権じゃない、間違えた。宿題でした。はい、そしてですね、じゃあ、あの明日のメンバーへの宿題を考えようと思います。はい、あ、ここで明日のメンバーを発表します。じゃか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 、私が仲いい人ですよ。じゃか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 、すごい好きな人です。じゃか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 、じゃん、ゆみきなおです。おめでとうございます。おめでとう、やったねやったねって流れちゃいますね。あの渚のハイカラ人形、あの駆け足さやかさんが乃木坂スター誕生でやってましたね。私あのモノマネすんごい上手いんですよ。まあちょっとまだやらないですけど。はい、ゆみきさんに宿題ですね。もうゆみきさんから以前宿題をいただいたこともあるし、なんか結構時期が被るんですよね。ちょっとすごい自己満な宿題を出してもいいですか。ちょっと考えてきちゃってて、前も考えてきちゃってたんですけど、ちょっと書いちゃっていいですか。とりあえず書いて、もしなんかみんなが嫌だったら足しますね。いやー、予想してください。何だと思います？いや、なんかゆみきといえばですよ、あの今日本当にここに来る1時間ぐらい前に、あの林の中でのなおの第一印象って何っていきなり連絡が来ました。はい、ちょっと待って、じゃあ&をつけて、なんかあ、プラスにしとこ。ちょっとね、みんなが楽しいようにしますね。あ、音が綺麗に書けなかった、すいません。ちょっとあの消し消しします、消し消ししますってダサいね。はい、書けました。はい、なおへ林の好きなところを教えてください、プラススクショタイム、イエーイ。そうですね、ちょっとまああの普段、まあ、仲がいい分あんまりこう改まって聞くこともねないと思うので、ちょっと聞きたいなと思って、でみんなも楽しいようにスクショタイムですね、バチバチやってもらいましょう。はい、優しめですよね結構ね。ということで楽しみにしてね、していきましょう。はい、ゆみきには何て送ったん、え、あ、姉さんって送りました。姉さんって送りましたけど、はい、そうなんですよ。いやー、なんですかね、なんか近況とかありますか皆さん。めいぐり楽しかったよ、ありがとうございます。そうなんですよ、先週からめいぐりね、オンラインミートアンドグリードが始まりまして、いやありがとうございます。そうなんですよ、あの今週中にできれば、まあ、明日か
あさってですね、あさってブログにあの写真とか載せるのでよければ見てください。さやかのモノマネは違うね、それをあの前回その会った時に収録の時に合間にやってたらなんかルナ嫌いって怒られて、なんかセラちゃんと一緒にやってたんですけどなんか怒られたので、なんかここでやったらもうほんと嫌われそうなんでやめときます。またなんかの機会があったらねやりますけど。2万人ありがとうございます。はい、ありがたいですね。なんか今すごいあの皆さんの名前を名前に注目して見てるんですけど、巡りに来てくださった方とかいらっしゃってありがとうございます。今日誕生日です、おめでとうございます。いやーそうなんですよ、夏が来ましたね。もう6月そこそこですけども、どうですか皆さん。なんか私はもうすぐ体育祭があります。もうすぐとか本当にもうすぐなんですけど、体育祭があるのでちょっと気合を入れて、まああの全員参加の綱引きしか私は出ないんですけど頑張りますそうなんですよ、体育祭、去年は体育祭と文化祭なんか合同みたいな感じだったんですけど、今年はなんかちゃんとあるみたいなので楽しみたいですね。いやそうなんですよ、運動神経悪いやん。違うんですよ、なんか運動神経って一言でまとめるの良くないじゃないですか。やっぱそのいろんな分野で測れるものがあると思うので、なんか一回駅伝とかやりたいです。私あの小学校の時とかロードレースの大会とか出てたんですよ。意外だと思いますけど持久力は割とある方なので。そうなんですよ、いやーちょっとゆみきさんですよ、楽しみですね。変ななんかそう一昨日会った時に変な宿題出すのやめようみたいな話をしてて、そう変なのは出さないですけどはい、夏なんか夏におすすめの曲ありますか皆さん。最近結構いろんな曲を聴くようにしてるんですけど、そうなんですよ、あ多分これブログにも書いたかな、なんか言ったと思うんですけど、あのゆりちゃんとあのなんかラッパーになる計画みたいなのを2人でやってて、私が作詞して一緒にラップするっていうで、今あのゆりちゃんその北川ゆりっていうか北川をテーマに韻を踏んでるんですよ結構。で一応完成はしたんですけど、ちょっとできればフルバージョンにしたくて、もっと長くしたくて、そうなんですよ、ラップを最近やってますね。だからこう母親からの連絡とかも全部あの韻を踏んでたまに返したりとかしてますねそうなんですよ、そうラッパーになる計画っていう謎の計画なんですけど、うん、あーサマー、いや分かります、あれ聞いちゃうよね、そうなんですよ。だからちょっとねどこかで披露できたらいいねって言いながら今韻を踏んでます。割とねいい感じで踏めてるんじゃないかとだからラップをよくね聞くようにしてます。ちょっとそのリズムに体を慣らすために聞いたりしてます、はいさてさて、乃木曜日火曜日終わりのお時間です。いや今日はですね乃木フラウィークでしたので、皆さんこの後絶対にあの事前登録してください。本当にもういろんな情報があると思いますから、もうここで今しないと後回しにすると本当に忘れるので絶対にしてください。はい、そして改めまして明日の乃木曜日は弓木奈緒が担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターにてお知らせします。はい、それでは今日のお相手は林ルナでした。ありがとうございました。そうです、絶対登録してください、あのいろいろあると思うので、はい、私も登録しようと思います。ありがとうございました。はい、じゃあちょっとバイバイお疲れ様です、お疲れ様でした、ありがとうございます、バイバーイ。